田中章介は、江戸時代初期の京都の貿易商人。歴史上初めて、アメリカ大陸に渡り、また、太平洋横断、往復した日本人とされる。勝助とも呼ばれる。エスパーニャとの通称を試みての渡航であったが、通称に関しての具体的合意には至らなかった。ただし、合意には至らなかったのは、 全県大使的立場にあるビスカイノと大御瀬家康との間で行われた協議の結果であり、翔介の責任ではなかった。帰国後の翔介は家康に武道ラ虎社を献上したことが寸覆記慶長16年7月22日上に見える。また、将軍、徳川秀忠にも五色ら社、武道士ヘレスュを献上したと言われる。田中翔介は、 慶長15年8月1日、徳川家康の命を受け、全フィリピン総督ドン・ロドリゴの帰郷に、他の21人と共にサンブレナ・ベンツーラに、同戦して、ヌエバ・エスパーニャのアカプルコへ向かい同年11月13日に、到着した。これは、前年に、ロドリゴが、ノビスパンへの帰任に際し、台風のため乗船のサンフランシスコ号が、遭難。 1609年9月30日に、カズサ国岩和田村に漂着して、乗組員317人が、岩和田村の人たちに救助されたことを契機としており、家康側近で、財政課の元翔三郎の仲介でノビスパンへの渡航を許されたものである。帰国にあたって、翔介は、ヌエヴァ・エスパーニャ副王、ルイス・デベラスコにより派遣された、当礼し、 セバスティアン・ビスカイノと共に1611年3月22日にアカプルコを立ち、同年6月10日相模国裏側に到着した。ビスカイノは、エスパーニャ国をフェリペ3世の親章を携えて、東霊市と金銀島探索の使命を帯びて、来日しており、現在の全権大使に当たるとされる。ビスカイノによれば、カツスケは洗礼を受け、洗礼名をフランシスコ・デベラスコといい。 太平洋と海中は善良な態度で周囲の尊敬を集めていたという。なお、この時、施設団のうち、アロンソムニョス神父は、家康の施設として、エスパーニャ本国に向かい、3名は、ヌエバ・エスパーニャに残り、帰帳したのは、小助ほか17名とされている。ありがとうございます。